マイケル・ウォーレンヤングにおける睡眠と覚醒のパターンの遺伝子による制御を30年以上研究している。ロックフェラー大学で彼の研究室は外実リズムを形成する体内時計の制御に関連する主要な遺伝子を同定し時間生物学の分野に大きな貢献をした。彼はまたハエの正常な睡眠周期に必須の遺伝子ピリオドの機能を解明した。彼の研究室は タイムレス遺伝子とダブルタイム遺伝子の発見にも貢献したが、この二つの遺伝子から転写翻訳されるタンパク質も外実リズムに必須なものだった。ヤングは2017年にジェフリー・ホール、マイケル・ロスバッシュと共に外実リズムを制御する分子メカニズムの発見により、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。 マイケル・ W ・ヤングは1949年3月28日に、米国フロリダ州マイアミで生まれた。彼の父は、オリン・マシソン・ケミカル・コーポレーションで働いており、米国南東部でのアルミニウムのインゴット、販売事業を管理していた。母は、法律事務所の秘書として働いていた。ヤングの両親はどちらも、 科学や医学に関する経歴はなかったが、息子の科学への興味関心に対して協力的であり、顕微鏡と望遠鏡を与えて科学的探求を行う手段を提供した。一家は私立動物園の近くに住んでおり、時折その動物園から動物が数匹合走して一家の裏庭に侵入することがあり、ヤングの科学的関心を呼び起こした。ヤングは フロリダ州マイアミの辺りで育ったが、彼が高校生の時に、一家はテキサス州ダラスに引っ越し、ヤングはそこで高校生活の続きを送ることになった。彼が10代前半の時、両親は息子に進化と生物学の謎を題材にした、ダーウィンの本を一冊送った。彼は数年前に、日中は花を閉じやかんに開花する奇妙な植物を見たことがあったのだが、 この本ではその現象の理由である、生物時計について説明していた。生物時計がどこにありなんでできているのかは当時、判明しておらず、若かりし、頃のヤングはこれに興味を持った。テキサス大学で、大学院生として働いているとき、ヤングは後に妻となるローレル・ウェックハルトと出会った。後に二人は共に、スタンフォード大学に移動し、ヤングはそこで、ポスドクのフェローとして働き、 ローレルはレオナルド・ハーゼンバーグのもとで博士号を取得した。ローレルは2013年時点でハンター・カレッジの生物学教授である。二人は2013年時点でも互いに近くで働いており、二人の娘ナタリーとエアリスサがいる。1971年、ヤングはテキサス大学オースティン校で生物学の学士を取得した。バークジュドと共に症状倍のゲノムを みっちり研究した後、ヤングはテキサス大学で遺伝学の博士号を取得した。彼が症状場への研究に魅了されたのはこの時期のことだった。卒業研究の間、彼はロンコノプカトシーモア・ベンザーの症状場へ、外実リズム変異体についての研究を学び、これが後のピリオード遺伝子のクローニングという業績につながった。ヤングは スタンフォード大学医学部でのポスドク期間でも分子遺伝学、特に定員因子に興味を持って研究を続けていた。彼はデエビッド・ホグネスの研究室で働き、組み換え DNA の手法で有名になった。彼は2年後の1978年にロックフェラー大学の助教授になり、その後1984年に同大学の准教授、1988年には 教授になった。2004年、ヤングは学務担当の副学長に任命され、リチャードジェーン・フィッシャー講座の教授になった。1980年代前半のロックフェラー大学で、ヤングと彼の研究室のメンバーであるテッド・バー・ジェロとロブ・ジャクソンは、症状映えで外実遺伝子ピリオドの研究をさらに進めた。彼らは、症状映えの組み替え、DNA 断片を構築して、 最近内で増殖させ、パーヘニーを持つ動物に注入した。それらの動物の運動活動量の評価には、それを定量的に評価できるモニター機器が用いられた。このチームは昼夜を通して、ハエの活動を観察、記録し、有効に機能するパー遺伝子を導入することで、パーヘニーのハエでも正常な外実リズムを獲得することを示した。後に、 X 染色体上にある、この遺伝子の配列が決定され、外実リズムが不規則な個体では機能しない、タンパク質が産生される一方、外実リズムが一貫して長い、一貫して短い、個体では、アミノ酸配列が変わるもののタンパク質としてはまだ、機能するということを彼らは発見した。ピリオドとタイムレスのタンパク質は結合して安定した、二状態を形成し、核内へ移動できるようになる。 ダブルタイムがピリオドをリン酸化すると分解が始まる。パー遺伝子の発見に続いて、ヤングの研究室は他の外実リズムに関連する遺伝子を探し始めた。1980年代後半、アミタ、セーガル、ジェフ・プライス、バーニスマンの協力のもと、ヤングはホワードジェネティクスを利用して肺の外実リズムを変化させる他の変異をスクリーニングした。新たに発見された。 遺伝子は2番染色体にあり、タイムレス遺伝子と命名され、クローニングと配列決定が行われた。彼らは、ティムとパーには、強い機能的関連があることを発見した。ティムの変異は、パーのメッセンジャー RNA の代謝循環を阻害した。1994年、ヤングの研究室の大学院生だったレスリー・ボスホールは、PER タンパク質が生分解から保護されると、 TIM なしで蓄積するが核には移動できないことを発見した。後に、ヤングラは TIM タンパク質はパー変異個体で核に蓄積しないことを発見した。彼らは PER と TIM が協調して働いているのだと結論付けた。同じく研究室の一員のリノシズは PER と TIM は互いに結合して安定化し、それによって 核内での蓄積が可能になることを見出した。その後のヤング、セーガル、エデリーの研究室での研究で、光が TIM の急速な分解を引き起こし、外実リズムの周期をリセットすることが判明した。1998年、ヤングの研究室出身のジェフ・プライスは、ダブルタイムと呼ばれるキナーゼを発見したが、これは、 PER の特定のセリン残基をリン酸化するキナーゼだった。このシグナルは PER タンパク質を分解させる。PER と TIM が結合すると W タイムは PER をリン酸化することができないようであり、PER は蓄積するようになる。1998年のヤングの W タイム変異発見に続いて2001年には 人の家族性睡眠症全身症候群でカゼインキナーゼ1が正常にリン酸化したセリンを除去するハッパー2の遺伝子だけと関連があるものが発見された。他の睡眠症全身症候群はカゼインキナーゼ1遺伝子の変異が原因だった。症状倍でのダブルタイム変異は PER タンパク質のリン酸化と分解を変化させた。これは生物の周期の規則性に影響する。 この発見はダブルタイムが外実時計において必須の役割をしているという強固な証拠だった。ありがとうございます。